座敷女。え、佐竹さんですね。何か言った？佐竹さんですね。ああ、何か用？ちょっとお話が。話？森くんのこと、森ひろしくんのことを聞きたいんです。ああ、その話なら悪いけど、俺あんまし気が進まねえんだよな。そこなんとかお願いします。知ってることだけでも僕にとっては大事なことなんです。言っとくけど詳しいことは知らねえよ。それでいいんだったらお願いします。あらましだけでも。そこのベンチにでも座るか。ちなみにあんた誰？うちの大学の学生？はい、森くんの知人です、うん、それで何が知りたいの？森くんは一体どうしてしまったんです？あいつにやられたんだよ。あいつ？あの牛みてえにでかい女だよ。女？最初から話すか。かれこれ三月ほど前になるかな。ひろしと俺とは小学校時代からの親友だった。中学も高校も一緒。そして偶然同じ大学に進んだ。ひろしはアパートを借りて気楽な学生生活を楽しんでいた。あの夜、そう、あの化け物が現れるまでは。2時か。明日一元の講義サボれねえんだったな。寝るか。寒っ。誰だこの夜中に。隣か。山本君、開けてよ。私よ、私。女？隣の山本君って夜中に女が来そうなタイプだったっけ？どんな女だ、一体。うわぁ、バカでけえ女だな。その女、ロングヘアに着古したレインコート、それに紙袋とバッグを下げてたんだ。ここの人。え、いません。山本君。あなた、彼と同じ大学？そうですけど。そう。あの、留守じゃないですか？私よ、私、開けてよ、開けてよ、山
そんで眠れなくて今日の講義に遅れそうになったっちゅうわけか。ほんと妙な女だよ。マニキュアはハゲてるわ、ストッキングは伝染してるわ、顔色は悪いしさ。とにかくでけえんだ、すげえでけえんだ。はあ、なあヒロシ、口直しにその辺の女誘って町に繰り出さないか。悪い、俺これからバイトだから。こないだ言ってたスマイルの可愛い女子高生ってやつか。まあな、じゃあなさとけ、またな。うまくいったら紹介しろよ。ああ。ありがとうございました。そろそろ部活が終わって帰る頃だな。あ、お願いします。いらっしゃい。君よく来るね、部活の帰り。え、そんなに来てるかしら。私そうでもないけど。君名前なんていうの。ルミ、神崎ルミです。ルミちゃん、ねえルミちゃん、来週の土日俺らの大学の学園祭なんだけどさ、暇だったら遊びに来ない。え、嬉しい。行ってもいいんですか。いいと思う、なんちゃって。あ、はい、どうぞ。じゃあ森さん、おやすみなさい。お仕事頑張ってくださいね。ありがとう森さん。森さんだって。ルミちゃんが俺の名前知ってた。うせえな、またかよ。毎晩来るつもりか。寝不足になっちまうよ。いい加減。あ？帰ったのか。今夜は諦めがいいな。帰ったんだな。うちのドアか、びっくりした。あ、今開けますから。俺に一体何の用があるんだよ。はい、何ですか。ヒロシが見上げると目の前にあの大女がのしかかるように立ってたんだ。なんですか。隣絶対中にいるわ。は？あなたから声をかけてみてくれない。こんな夜遅くに。ここにはいませんよね。俺の部屋にいるわけないでしょ。しょうがないな。山本君いますか。やっぱ留守ですよ、電気もついてないし。それじゃあ電話を貸してください。え、電話ですか。貸してください。そうしたら帰りますから。それでやっと帰ったんだけどさ、しつけえの何のって。山本君の彼女か。だとしたらえれえ趣味悪いよ。山本君ってどんなやつだ。さあ、2、3回顔合わせた程度だからな。
そういや、ヒロシ、お前の彼女はどうなったんだ？ああ、ルミちゃん。ルミちゃんっていうのか。名前聞いて、学園さんに誘ってみたんだ。順調じゃないか。でも、来てくれるかな、ルミちゃん。誰だこんな時間に。はい、もしもし。私、幸子。幸子、間違いじゃないですか。私よ、もう忘れたの。うん、幸子って。そう、幸子よ。まさか、どうして電話番号。ポーチ？ああ、あるけど、玄関のところに。そう、あればいいの。おい、もしもし？もしもし？なんだ、一体。何が入ってたんだ、そのポーチ。なんか、古びた化粧品とか、毛だらけのヘアブラシとか、もういいって感じだよ。いや、気色悪いな。ひろしさん。あ、ルミちゃん、やっぱ来てくれた。ごめんなさい、遅れちゃって。気にしないで、紹介するよ。こいつ、友達の佐竹。こちら、神崎ルミさん。あ、俺、佐竹。よろしく、ルミちゃん。はじめまして、よろしくお願いします。あ、そうだ、3時から空手部の模範試合があるから、2人で見に来いよ。佐竹さん、空手やるんですか？すごい、かっこいい。じゃ、後だな。おう、じゃあルミちゃん、案内するよ。あ、誰だこの番号。ごめんね、ちょっと待ってて。もしもし、森です。もしもし、幸子です。え、どうしてポケベルの番号。留守電に入ってた。そっか、あのポーチ、今すぐ必要なのよ。ポーチはうちだよ。今すぐ必要なのよ。今からアパートに行くから、あなたも戻って。そんな無茶な、俺にだって都合があるよ。必要なのよ、返してよ。だから今は。返さない気ね、この泥棒、インポ野郎。お前、おかしいんじゃないか。いい加減にしろ。ポチなんか知るか、ふざけるな。ごめんなさい、私、私、とっても大切なポチだから、混乱しちゃって。今すぐ必要なの。電気メーターの上に合鍵が隠してあるから、勝手に開けて持って行っていいよ。取られるもんどうせねえし、終わったらさっさと出て鍵を戻しておいてくれよ。キメーターの上、これね。もっと右だよ、ルミちゃん。右、右だったら。いや、うまくいかない。の部屋。
ねえルミちゃん、すっかり遅くなっちゃって。ううん、すっごく楽しかった。俺も。次で降りるんだっけ。うん、送ってくれてありがとう。ルミちゃん、何？ヒロシさん。いや、また今度。そう、おやすみなさい。気をつけて。ヒロシ君、ポーチ取らせてくれてありがとう。ありがとう、ヒロシ。ルミ、いらっしゃいませ。この鍵のスペア今すぐ作ってください。学園祭の晩、ルミと別れたヒロシは自分のアパートに帰ったんだ。隣の山本君、相変わらず留守だな。どこ行っちまったんだろう。合鍵はしかし変な女だったな。鍵の隠し場所変えとこ。はあ、なんだこれ。部屋中に便箋の書き損じが散らばってるし、床は消しゴムのカスだらけだし、そんでこの手紙が壁にテープで貼ってあったんだ。また米ケージでびっしり。ポーチありがとう。あなたは親切な人。隣の玉なし野郎とは大違い。気が合いそう。山本は臆病なオカマ野郎なんだ。あんなクソがどこに隠れようがもう知ったことじゃない。クソはクソのようにどこかのゴミために隠れているのがお似合いよ。クソったれのグズ。ヘドが出る。うん、その爪ってのが怖えよな。ああ、自分の爪を噛み切ったらしいんだ。マニキュアのハゲかかった。勘弁してよって感じだよ。でも一回見てみてえな、その女。冗談、見たことねえからそんなこと言えんだよじゃあお清めってことで飲みに行こうぜ。ヒロシ、今日はバイトないんだろ。ああ。俺が初めてその女を見たのはその晩のことだった。いや悪いな、ヒロシ。おめえのアパートに世話になるのは誠に心苦しいんでありんすが。いつもだろ、てめえは。ほら、しっかり歩けよ、さと。ヒロシの部屋の前に信じられないほどでかい女がいて、ロックに鍵を差し込んでいた。おい、その鍵、どういうことだ。どうして合鍵持ってんだ。俺の部屋の鍵
なんで持ってるんだよ、お前。何よ、森くん。優しい人なのに、なんでそんなに大声出すのよ。私たちうまくやれるでしょ。どうして俺の部屋の鍵持ってんだよ。説明しろ。おい、待て。待ってろ、ヒロシ。俺がと捕まえてやる。おい、佐竹。足には自信あるんだぜ。早いな、あいつ。本当に女か。佐竹かな。もしもし、森です。ねえ森くん、どうしてこんなひどいことするの。私を追わせたりして。ひどいのはそっちだろ。勝手に人の部屋に入り込もうとしやがって。何を考えてるのか知らねえけど、俺は山本じゃない。これ以上やめてくれ。山本？誰？知らない。何？ねえ森くん、なぜ私を拒むの。森くんだって同じ気持ちのはず。え？悪いのは私を追いかけた男や、あのルミって女。どうしてルミちゃんのこと。連中さえいなくなればうまくいくのよ。ふざけるな。口の聞き方に気をつけて。私官職持ちだから、怒らせると何するかわからないわよ。連中さえいなくなればって、何をする気だ、あの女。どこに隠れたんだ。俺は女を追って真っ暗な工事現場に迷い込んでいた。なんで猫か。うわあ！死ねー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 ！この野郎！ふざけやがって！俺を舐めんなよ！うわあ！まだ来ねえのか！お前！ヒロシ、何の用があるんだ？私たちの邪魔して涼しいおせっかい。お前ひょっとして。うわあ！やめろ。お前本当に死にたいのか。冗談じゃねえ。これ以上やったらマジでお前のこと殺しちまいそうだ。アバよ。佐竹はどっち行ったんだろう。一人で大丈夫か。あいつ酔ってたからな。おい、ヒロシ。佐竹、逃げろ。え、走れ。あいつが泣きながら追っかけてくるぞ。なんだって。ぼやっとしてないで走るんだ。追いついてきたぜ。信じらんねえ。森くん、私たちうまくやれるでしょ。冗談じゃない。山本がいなくなれば私たちうまくいくのよ。ふざけんな。ごめんだよ俺は。危ねえ、ヒロシ。夢中で大女から逃げてきた俺らは、危ういところでパトカーに引かれるところだった。危ないじゃないか君たち。急に飛び出したりして。おまわりさん助けて、化け物に追われてるんだ。あのゾンビみたいな女につきまとわれて困ってるんです。なんとかしてください。え、化け物？ゾンビ？君たち二人しかいないじゃないか。あれ、いない。消えた。君たち酔ってるね。
いや、そんなには。額に怪我してるじゃないか。転んで撃ったんじゃないのか。違うんだよ、あの女が傘で。しばらく休んで、酔いが覚めてもまだ化け物やゾンビが見えるようだったら交番に来なさい。転ばないように気をつけて帰るんだよ。では、おやすみ。チェ、頭から酔っ払いのたわごとだって決めつけてやんの。なあ、ヒロシ。ん？さっき泣きながら俺らを追っかけてきた時のあいつの顔。待って、どうして逃げるのよ。俺、ふと思ったんだ。これは泣きじゃくってる子供の顔だって。ひょっとして悪霊。悪霊ってまさか。おい、ヒロシ、お前の部屋に小学校の卒業アルバムねえか。あると思うけど。行こう、見たいんだ。悪霊、それは俺とヒロシが小学生だった頃、クラスでいじめられていた女の子のあだ名だった。俺もヒロシも先頭に立っていじめてた。学校来んじゃねえよ。やめてよ。悪霊大戦ねえ、我慢してしまおうぜ。それどうしてそんなひどいことするの。アルバムこの辺にあると思うけどな。あいつが自殺未遂をしたって噂を聞いた覚えがあるんだ。暗いやつだったからな。今じゃマジに罪悪感感じるぜ。あの頃は俺らも子供だったから善悪な判断が。それは違うよ。子供にだっていじめることが悪いことぐらい分かってる。それでも俺らはあいつが泣きながら追っかけてくるのが面白くていじめるのをやめなかったんだ。あった、こいつだ。田尻さなえ、思い出したよ。目立たない暗いやつ。こいつがいじめられて切れた時の顔が大女の泣き顔と重なって。田尻さなえが昔の恨みを晴らしに現れたっていうのか。まさか。おい、いいか、そもそも大女は隣の山本君を訪ねてきたんだぜ。最初からお前のところに来たのかも。山本君ってのはカモフラージュでよ。そんな。山本？誰？知らない。俺はそんなこと信じねえよ。俺には関係ねえ。あの女は山本君を訪ねてきたんだ。彼の居場所が分かればあの女の正体も分かる。明日このアパートの大家に聞いてみる。大学の学生課にも問い合わせる。山本君にはちゃんと自分の尻脱ぎぐらいしてもらおうぜ。いいえ、山本君は別に休学届も出していないし、授業料も滞納してませんよ。アパートの大家さんも行方を知らないんです。連絡つける方法ありませんかね。そうね、実家の電話番号教えてあげましょうか。お願いします。あなた宗教とか学生運動とか絡んでるんじゃないでしょうね。お金貸してるとか。違いますよ。ほら、心配なら学生証番号控えてもらってもいいですよ。わかったわ。じゃあ念のため。整形の森博士くんね。ほら、最近物騒でしょ。確かに。その頃俺は田尻さなえの近況を探ってみようと、ヒロシと俺の実家のある鎌倉にバイクを飛ばしていた。ところがその間にも魔の手がルミちゃんに迫ってたんだ。6時か、遅くなっちゃったね。やだ、降りそう。私傘持ってるもん。ちょっと、あの人。え？あ、いなくなっちゃった。何？何だったの？大きな気味の悪い女の人が電信柱の陰にいたの。
そう、怖い。私こっちの道から帰る。うん。ひろしさんのアパートに寄ってこっと。こないだ言いそびれたこと聞きたいもんね。大学生のくせに育児ないんだから。それとも私が高校生だから舐めてんのかな。やっぱ降ってきた。もう帰ってるかな。三丁目八番地小田ハイツ、この辺りのはずなんだけど。うわあ、この道真っ暗。誰？誰かいるの？気のせいか。誰なの？降りしきる雨の中を猛烈な勢いで突進してきたのは、薄汚れたレインコートを着た大きな女だった。君どうしたの？スカート切れてるじゃない。足から血が出てるわよ。何か髪についてるよ。何これ、汚い。何かべっとりしたもの。あら、ブラウスにも顔にもついてるわよ。何これ。ねえ君、どうしたの？ねえ君、母さん。ひどい目にあったな。雨には降られてずぶ濡れだし、山本君の行方はさっぱりつかめないし。よし、風邪ひいちまうぜ。シャワーでも浴びるか。ひろしさん、ひろしさん、お願い出て助けてよ。こんな格好じゃうちに帰れない。申し訳ありませんが、ただいま外出しております。ご用の方はピーという音が鳴りましたらご用件を。なんでこんな大事な時にいないのよ。なんで。どうしよう。その頃、ようやく俺は田尻早苗の家にたどり着いたところだった。田尻さん、田尻さん、ごめんください。いねえのかな。田尻さん。あんた、ここのうちの人に。よ、はい、ここの娘さんに会いたいんですが。あの薄気味悪い子、時々浜をほっつき歩いてゴミ漁ってるのを見かけるけど。浜？ゴミ？妙な子だよ。髪の長い幽霊みたいな。ああ、さっぱりしたぜ。さっき電話があったみたいだな。留守電のままだっけ。新しい録音はありません。なんも入ってねえや。間違いか。お前、一体誰なんだ？開けてよ、森くん。お前、田尻なのか？森くん、私…田
走り。田尻なのか。203号って2階だよね、きっと。お前やっぱり田尻なんだな。はい、森です。俺だ、佐竹。ああ、佐竹、どうしたんだよ、今日講義にも出ないで。地元で田尻を見つけたんだ。田尻なら今俺の部屋に。馬鹿野郎、ヒロシ、その女は田尻じゃない。田尻じゃない、全然知らない女だよ。もしもし、ヒロシ、ヒロシ、もしもし。お前本当に一体何者なんだ。何が目的だ。ルミちゃん、ヒロシさん。ルミちゃん、なんで。その人。え、それよりルミちゃん、その格好どうしたんだよ。まさかこの野郎、ルミちゃんに何をした。ルミちゃん、立ち上がれ。ダメ、ヒロシさん、あの人刃物持ってる。離してくれ、ルミちゃん、あの女ぶっ殺してやる。行かないでよ。行かないでって言ってるのに、私怖い思いしたんだから。私キショー、今度来たらただじゃおかねえぞ、変態女。舐めた真似して、どいつもこいつも。そんでさ、ルミちゃんに事情を話してさ、うちまで送ってったんだ。大変だったみたいだな。警察にも一応届けを出して。しかしひでえことしやがるよな、スカート切るなんて。ルミちゃんにまで手を出しやがって。このままやられ放題じゃ。だよな。で、どうする。と言っても、奴の正体がわからないんじゃ。俺、今夜窓伝いに山本君の部屋に忍び込んでみる。何か手がかりがあるかもしれない。一人で大丈夫か。あ、目立つとまずいからな。そうだな。せーの、よし、第一段階終了。カーテンが引いてあるな。何も見えねえや。まさか中で死んでるんじゃ。仕方ない、最後の手段。山本君、後で弁償するからごめんね。よっこらしょっと。最近運動不足だな。ヒロシが忍び込んだ山本の部屋は凄まじい有様だった。家具は引き倒され、衣服は引っ張り出されて、そこいら中に散乱していた。そして床にも壁にも一面に口汚い罵りの言葉が書き殴ってあったんだ。自分だけ良ければいいのね。あんたはエゴの塊、あんたは怖がり、あんたのせい罰が当たるわ。山本、山本、卑怯、山本、裏切り者、山本、クズ、人間のクズ、山本、豚、豚、豚。何なんだよ。
これじゃ手がかりどころじゃねえな。明日警察に通報するか。よし、私にした仕打ちを謝ってほしいわ。何の落書き、お前の仕業だな。山本はどうした？森くん、いいこと。素直にならないと私何をするかわからないわ。そうか、やってみろよ、化け物女が。離せ、この化け物。離せ、離せたら。これやろ、これやろ。森くん、まだ起きるのか。お前こんなに殴られてもまだ起き上がるのか。痛さも感じねえのかよ。痛み？本当の痛みがどんなものか知ってる？森くん。近寄るな！ほら、見てごらんなさいよ。その手首の傷。ある人がね、苦しんで苦しんで、地獄のような人生を送って、ついに死ぬために手首を切るの。ひょっとして。びっくりするぐらい動脈って硬いのよ。強く深くカミソリを当てないと。でもね、痛くはないの。ドクドクと流れ出す血が彼女に安心を与えるの。地獄だった日々からの解放。その先にはきっと幸せが。バカ言ってんじゃねえ。森くん、私たちうまくいく。幸せが約束されてるなら痛みも苦しみも何でもないね。森くん、ほら、ちゃんと包丁も用意してきたの。今朝研いでもらったばっかり。おい、やめろ、ふざけんな。俺も元はといえば森くんのせい。さあ、怖がらずにこっちへいらっしゃい。私の可愛い子豚ちゃん、私から逃げられやしない。だから素直にこっちへいらっしゃい。嫌だ、死んでも嫌だ。豚野郎、喉かっきってやるから来るんだよ。その時キーキーはめいても遅いんだ。俺は絶対お前の言いなりになんかならねえ。死ね。大女に追い詰められて2階から飛び降りたヒロシは、運よく前の日の雨で柔らかくなっていた地面の上に落ちた。膝が逃げなくちゃ、あの女から逃げなくちゃ。火だ、火が出てるわよ。火事だ。俺の部屋、まさか。あいつ、おい、ヒロシ、お前のアパート燃えてるじゃないか。火をつけやがったんだ。え、畜生、俺の城、俺の全財産。おい、ヒロシ、離れろよ、危ねえよ。畜生、畜生、
おい、お前の部屋、誰かいるぞ。燃え盛る炎の中に大女は俺たちを見下ろして突っ立っていた。地獄絵の中の女のように見えた。危ない、2階が焼け落ちるわよ。下がれよヒロシ、危ねえよ。消防車が全力で消火に当たってるわ。あいつが火をつけたんだ。ここから出してくれ。病院なんかで寝てる場合じゃないんだ。検査の結果が何でもなかったらすぐ出られますよ。あ、看護婦さん、ヒロシは膝の剥離骨折のようです。ゆっくり時間をかけて静養すれば心配ありません。ただショックで興奮しているようね。今は薬で眠らせてあるけど。そうですか。あなたはお友達？ええ、幼なじみです。森さんの家族の方とかは？鎌倉にいるんで連絡しときます。そうね、保険証とかのこともあるし。じゃあとりあえず帰ります。また来ますから。ご苦労様です。やめて、やめてよ。ごめんよ。嫌じゃないの。どうしてそんなひどいことするのよ。許してくれ、もうしないから。サナエに虫ピン刺したのだあれ。ゴミ虫の標本だって言って。俺だよ、悪かったよ。本当の痛みがどんなものか知ってる？森くん、頼む、許してくれ。びっくりするぐらい動脈って硬いのよ。頼む、あなたにも虫ピン刺してあげよう。やめてくれ。私、おもちゃみたいに串刺しになったまま手足動かしてる。やめてくれ。夢か。目が覚めたのね、森さん。ずいぶんうなされてたわよ。俺、どうしたんだっけ。今朝明け方に火事にあって2階から飛び降りたのよ。その時膝を痛めたの。そうか、そうだった。看護婦さん、アパートは全焼したそうよ。怖いわね、放火なんて。俺の大切なものが何もかも燃えちまった。眠ってる間に警察と消防署の人が来たわよ。事情を聞きたいからまた後で来るって。あの女は？女？負傷者はあなただけだって警察の人は言ってたけど。俺だけ？じゃあ、あの女…じっとして、今は絶対安静よ。おう、ヒロシ、どうだ具合は。佐竹、頼む、俺をこっから出してくれ。あの女、まだ生きてる。バカ言ってんな、生きてっこね。大地、お前、今動いちゃいけない体だろうが。だって、あの女の死体はまだ。落ち着けよ、ヒロシ。物の見事に焼け落ちたから、現場検証に手間取ってんだ。でも、あの燃え盛る中に突っ立ってたんだぜ。お前も見ただろ。まず助かりっこねえよ。あの女は人間じゃねえ、化け物なんだ、妖怪なんだ。それは脅迫観念ってもんだぜ、ヒロシ。お前、あの女の妄想に取りつかれてんだ。脅迫観念。あんな火事を生き延びられるはずはないだろ。あの女は死んだんだ。死んだ。そう、だから安心してねえな。お邪魔します。ルミちゃん。ヒロシさん、大丈夫ですか？佐竹さんから聞いてびっくりしちゃった。平気さ、ほら、この通り。あっ、つつ、無理しちゃダメ。はい、バラの花束、奮発しちゃった。あ、照れるな。ありがとう。本来お前がプレゼントすべきなのにな、ヒロシ。いや、その、今度退院したら。ヒロシさん、学園祭の日、なんて言おうとしたの？ずっと気になってたの。え、あれは。顔が赤えぞ、ヒロシ。どうした？
その…あ、俺がいたら邪魔か。いや、そういうわけじゃ。もう、じれったい。はっきりしてください、ヒロシさん。何が言いたかったの？そうだよ、ヒロシ。男だろ？俺が言おうとしたのはだな。その…なんちゅうか。前々から…ルミちゃんのことを…結局、それが俺らがヒロシと交わした最後のまともな会話だった。ヒロシもかわいそうだよな。病院で退屈してんだろうな。今頃もうおねんねの時間か。ニュースをお伝えします。本日未明に起きた火事で杉並区のアパート小田ハイツが全焼しました。大学生森博さんが逃げる際に怪我をした以外は死傷者はありませんでしたが、不審火の疑いもあるとして警察は捜査を進めています。あの女まだ生きてる。私からは逃げられないわ。5階でございます。今何時だ？まだ12時過ぎかよ。病院の夜は長えな。ジュース飲みたいな。どっか自販機ねえかな。あの足音、まさか。だってあの女は、来るな。森さん、どうしたんです？起き上がったりして。しっかり休まなきゃダメですよ。なんだ、看護婦か。ビクビクすんな。確かに脅迫観念だ、これ。あの女は焼け死んだんだ。ガシッ。1階のロビーに自販機ねえかな。よし、誰もいねえな。看護婦に見つかるとうるせえからな。エレベーターはと、あそこだ。ん？森くん、どこへ行くの？お前、どうして？私からは逃げられない。逃がしはしない。よるな！そば、グラ！そば、グラ！グラ！私からは逃げられないって言ったでしょ？この足で私から逃げようっていうの？森くん。
かくれんぼはやめて出てらっしゃい。受付のカウンターの中に隠れたの。それとも自動販売機の後ろかしら。ひょっとしてこのソファーの下？ほら見つけたわ。なんてざま、ゴミ虫みたいに這いつくばって。膝の具合はどう？虫ピン刺してあげましょうね。なんだそれ、何の丸だ。お注射よ、元気の出るお注射よ。やめてくれ。お願いだ。やめてください。何言ってんの、リック。俺は虫じゃねえ、虫じゃねえ。しっかりしろよ、ヒロシ。体が腐る。あいつの毒が体中に回る。しっかりしてください、ヒロシ。こっちから。虫じゃない。ルミオ、わからないの？それで亡くなったんですか、ヒロシ君。いや、でも今でも半病人みたいなもんさ。実家にいるけど学校に出てくる気は当分なさそうだ。ルミちゃんとも会ってないらしい。そうですか。俺の知ってるのはこれだけだ。それも一部始終をこの目で見たわけじゃねえからな。その女は結局正体は分からずじまいさ。あれ以来誰のところにも現れてないことだけは確かだ。さあ、話はこのくらいで勘弁してくれよ。どうもありがとうございました。あの、用心してくださいね、佐竹さん。え？あの女、しつこいですから。関係ねえよ、俺には。あばよ。山本君、どこに隠れてたの？僕は。山本君、今の人、今バイクに乗ってった人、あの人。山本くん、私ね、あの人。Thank you.
落ち着いて。落ち着いて。
Thank you.
Thank you.
ぜ。
ヒロシ、どうだ具合は？ん？ん？おう、どうだ具合は？なんだ？ヒロシ。ん？おい、ヒロシ！はい、お久しぶり。どうだ具合は？は？いや。なんだ？え？え？嘘だろ？え？なんだ？え？俺がいたら邪魔か？Thank you.